さ、なんか調子に乗って全部切っちゃったんですよ。タイの昆布締めですよ。簡単、簡単、タイ飯です。天の飯、今日はですね、なんとね、またスーパー行ったらね、マダイ、ね、タイ、これがね、こんなに美味しいのに578円と、これも安い。あのカットね、してない柵の状態だから、もう結構2、3人前取れちゃうんじゃないかと。で、今回ね、あのタイの昆布締めとかすごく美味しいじゃないですか。ただあの1枚の昆布をね、それだけのためにっていうのはちょっと大変なんで、そんな時はね、もうこの塩昆布を使った私ね、簡単タイの昆布締めみたいなのをね考えまして、それでやってるんですけど、あとね、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶの時にごまだれ残ったりするでしょ。でもごまだれある人で、しゃぶしゃぶ飽きちゃったっていう人はね、もう本当にタイの刺身それでね作ってほしい。家でタイ飯を簡単に作れるね、え、ちょっと挑戦したいと思います。材料、ご飯1膳、マダイ1パック、塩昆布 5g、 ごまだれ大さじ1、青ネギお好み、白ごまお好み、かつおだし 400ml。 天の飯、まずはタイ、これをね切っていきましょう。ちょっとね、タイはね身が締まってるんでね、そんなに厚くは切っちゃいけないんですよね。今厚く切ってから言いましたけど、ここからはもう薄いです。なんか調子に乗って全部切っちゃったけどさちょっと今日の分量にしては多いなと思って、今日茶碗一杯分ですけど、まあ後でみんなで食べましょう。500円ですから、でこれやってる間にね、あのやるお出汁を、まあ、今回もう取っちゃってますけど、例えば茅乃屋さんとかね、いろんなところが今もう塩味もついた美味しいお出汁出してるところありますんで、それでね、いい具合にちょっとまあ薄めでもいいんですけど、こっちの味があるんで、それでねお出汁を作っといてください。はい、では、あー、まあでも魚系の味だったら、まあ最高に相性いいのはタイ出汁ですけどね。タイの骨ってさ、豚骨と同じでグラグラするともう白濁して白いスープみたいになるんですよね。そう、それもやったことありますけど、ね、今日はもう全部いっちゃいましょう、せっかくですから。これをですね、塩昆布をあえると、もうこれだけでね、あのね、あのもうね、塩昆布ですよ気持ちは塩昆布じゃねえや、あのタイの昆布締めですよ。でこれでちょっとあの昆布が慣れてきて、あのまだ硬いじゃない、この昆布は、うん、これがねちょっとしんなりするんで、ちょっとこれで、待ってもらってもいいですね。だいたい分量これぐらいでね、塩気もいい感じだと思うんですよね。ごまだれも入るんで。天の飯、もうこれでね完成なんですよ、ほぼ。ちょっとね、もう盛るでしょ、このちょっと濃厚そうなしゃぶしゃぶのごまだれ、これをねかけてください。それで薬味として、僕は今回はネギを選びましたけど、こんな感じでもうこれだけでうまいのよ、タイ飯としてね。ちょっと一応ごまも、はい、それで、あのお出汁のピッチャーがなくて、崎山お酒が好きなんでね、とっくりになっておりますけどもね、さあこれで簡単タイ飯の簡単でーす。簡単タイ飯です。タイじゃなくて鈴木がいる、鈴木がタイを食べてみよう、食べてごらん、美味しいから、バイバーイ。
鈴木いただきます。いいよ。鈴木がタイいただきます。最初そのままね。そのまま、うん、いただきます。BGM で同じような音がしてるけど気にしないで、ね。そうそう、ご飯でしょ。あ、最高最高、そこ。いいですね、うん。いただきます。ごまのこの相性、うん、パインめっちゃ合います。ね。そうなの。そうなのよ。これかけない。うん、かけない。俺はね、かけないバージョンも好きなのよ。いや、かけないバージョン全然。それでどんぶりいっちゃうのよ。いっちゃいますね、これ。味変でいこうかな。これを2杯目、いくのがいい。はいはい。これはちょっとかけて、かけまあ、あ、大丈夫。あっち。あっち。そう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 、これね、うん、どこだっけかな、宇和島とかのあの鯛めし、こんな感じじゃない？うん、ちょいレアな。あ、取れない。ずるっと行くしかないんじゃない？ずるっと、カッカムカムで、うん、熱い。うまい。だしで、うん、あのね、同じ意見を持ってる人がこっちにもいるのよ。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。